レプロット釣り橋はフィンランドにある橋である。首都ポフヤンマー県のムスタサーリーにある。ボスニア湾に架橋されている。ムスタサーリーの本土とレプロット島とを結んでいる。この橋は地方道724号線の一部を構成している。橋が架かるまでは両岸を結ぶ交通手段としてフェリーが利用されていた。設計はスーニタルコーツによる。 1994年9月1日に建設工事が着工された。1997年8月27日に開通した。開通式には政治家マルティア・ハティサーリア・オラフル・ラグナル・グリムソンが出席している。1998年7月31日に完成された。橋の長さは1045.0メートルであり、フィンランドで最も長い。 橋の総面積は12,540平方メートルである。最大島町は250.0メートルであり、桁下高は26メートルである。首都の高さは82.5メートルである。福音は12メートルであり、そのうち8.25メートルは2車線の車道、3.75メートルは自転車、歩行者用である。鋼鉄とコンクリートで作られている。 橋の西側にあるクバルケン群島は2006年に登録された世界遺産平学ステントクバルケン群島に含まれている。レプロットの中心地からは南東へおよそ 5km ほど行ったところにある。グランビックからは西へおよそ 5km ほど行ったところにある。バーサの中心地からは北へおよそ 19km ほど行ったところにある。 ペッツモからは西へおよそ 25km ほど行ったところにある。スフェジハムからは南西へおよそ 23km ほど行ったところにある。ありがとうございます。